今日の私、今からね、だから名張の可愛い子ちゃんが来ますわ。いいでしょ、うん、美人。これちょっと痩せとるからね、俺が神戸牛とかね、松阪牛食べさせてあげますわ。福祉、福祉いうのはね、ちょっと待ってよ、福祉っておるでしょ、介護士とか、掃除婦とか、あの方が、生活きついですわ。もう足分かりましたわ。今ね、かわいこちゃん一人来てるんですよ、和歌山から。こうしたら靴も買えませんね。ほいで、やっぱ携帯代が1万ぐらいいるからね、福祉は生活きついですわ。もう痩せこけてね、俺が面倒見てあげますわ、かわいそうにね。あれもだから確定の問題ですよ。かたやハーバード大学の精神科医ね、年収1億ね、だからそれ違うでしょ、生まれで違うんですよ、人間って。そこにね、あそこにね、精神のアルサイウッドとあるんでしょ、あれ精神の異常の人です。でマミアミブスばっか。今日の私、俺、人間ってね、金余るとね、あちこち忘れますわ。そういうこと気づきました。それでね、なんていうかな、ちょっと時間ね、時間大切で、人生は大変。俺5つの時からね、人生乗りましたわ。三輪車つけてね。あれ700万ですよ、この車。知ってますか、皆さん。これ500万ですよ、これ。700万。まあそんなところで、ちょ時間が分からんな。時間は俺は関係ない。俺は生活保護でね、生活保護でこんなもん買え、大したもんですよ。これ3万円ね、それでこれが5万円、これが10万円、ルイ・ヴィトンが17万円。だからこういうもの買えれば大したもんです。これでまあそんな感じで、うちにね、家にね、わしの家差し上げますわ。その代わり愛人になった方だけね、女性に限る、グラマー、外人でも OK。なんだかな。うちの家庭はね、米コミュニケーション、テレビね、テレビ80チャンネル一番いいやつ、それからアダルトはない、電話、固定電話、Wi-Fi が家ついてます、使い放題。これ品物は全部買ってあげますわ、おしが。まあそういう感じで、ほんで車も欲しかったら言うてください。欲しいものメモしとってください。わしが全部買ってあげますから。俺、世界一の億万長者になるから。ほんでちょっと話しかけど、マニラは佐藤号って呼ぶんですね。ヤフー助かりますわ、ニュース。俺、それでここまで来たんだから、4台持ってます、携帯。ほんでね、一つ気づいたことがある。貧乏、こういう家あるでしょうね。あ、洗濯物が少ない。ってことは貧乏なんですわ。だから仕方ないよね、貧乏。でここに女性みんな、こっちに全部入れますわね、そっちと。でここ全部入れますわ。だからでこのマンションを買い取りますわ、うん、まあそういうことです。